マドリード・バリアドリード高速線は、スペインの首都マドリードと北西部のカスティーリャイ、レオン州の州都で、バリアドリット県の県都である、バリアドリット間 180km を結ぶ、標準機の高速鉄道路線で、運行は、レンフェが行っている。マドリード型のターミナル駅は、チャマルティン駅である。保安装置は、a s f a とアートムズ2が採用されている。 建設費はおよそ45億ユーロで、途中の停車地はセゴビアである。所要時間はこれまでの2時間半から半分以下の56分に短縮された。6 9キロメートルの区間は比較的曲線になった区間で、路線の最高速度は時速3 0 0キロメートルとなっている。 途中のグアダマーラ山脈の区間は 28.4km のスペインでは一番長いグアダマーラトンネルがある。開業は2007年12月22日で、ホセルイス・ロドリゲス・サッパテロ首相によって開業が宣言された。将来的には北側に延伸が予定されている。2007年12月の運行開始以来、 最高速度時速 250km で動力集中方式の基幹可変車両を採用した130系が8往復、最高速度時速 300km の102系が5往復運行されている。130系を使用した列車は後期となるバリアドリードから先の北側へも運行されている。ありがとうございます。